会 22CF 型エンジンは、ホンダ技研工業で製造されていた、中型車種及び S2000 用の直列4気筒ガソリンエンジンである。A 型及び B 型の後継機種で、サイチェシーと DOHC の2種類が開発された。双方ともに2個ずつの球、排気バルブを備え、燃焼室の天井中央部に点火プラグが配置された。また、サイチェシー使用はカムシャフトを避ける目的で、 上側を吸気バルブ側に傾けている。4連シリンダーボアのアルミダイカスト製。シリンダーブロックは、クランクシャフトの支持剛性を上げるため、ディープスカート形状を採用。2次のエンジンの振動を低減させるためのバランサーも装着された。キャブレター仕様と PGM5 仕様をラインナップし、キャブレター仕様には、空燃比をより精密に制御するための2次エアが、 PGM5 仕様のインテークマニホールドには、可変吸気装置が採用されている。B 型エンジンや C 型エンジンなどの高回転型ビテックエンジンとは異なり、高出力と実用性を両立する目的で、可変バルブタイミングリフト機構が装備されている。最シ C 仕様には、吸気がカムシャフトにのみ2種類のカムゴマを設け、そこに接するスイングアームを切り替えて、 吸気バルブの開閉タイミングとリフト量を変化させる仕様とエンジンの低回転域で吸気バルブの打ち片方をほぼ休止してリーンバーン運転をするビテック E に類似した仕様がある。さらにロッカーアームのカムとの修道部にはフリクションの低減のためローラーを適用。DOHC 仕様は9排気ともバルブタイミングとリフト量を変化させ中 低速域のトルクと高速域の出力を両立させている。PGM5 仕様のみだが、低燃費化のために一部仕様へ、インテークマニホールドからニジエアを供給し、燃料の切り替えを促進するアーイと、吸気バルブ吸指時に機能するスワールポートとが装備されている。さらに電動 EGR バルブを適用して、EGR 流量の大流量化と高精度の制御を行い、 NOX 排出の低減と低燃費化を図った。S2000 用に開発され、な、エンジンでの高出力化を実現するために各部を進化させたもので、従来の d o h c ビテックをさらなる高回転、高出力化させながら、軽量、コンパクト化も図られている。FR 車に搭載するため、回転方向は一般的な時計回りである。フリクションの低減目的で、 ロッカーアームのカムとの修道部にローラーを適用し、そのローラーにビテックの連結ピンを内蔵することにより、完成重量を低減したか回転化に対応した。カムシャフトの駆動には既存のベルト式より、幅が薄いタイミングチェーンが採用され、シリンダーヘッドのコンパクト化に寄与している。また、軽量化と強度アップのために、アルミ炭造製ピストンを適用し、新炭が施された、 単造性コネクティングロッドは焦単部をテーパー形状化して完成重量を低減。クランクシャフトの軸受けはラダーフレーム構造を採用するなど各部に高回転化の対応が図られている。スロットルレスポンスのために容積が減らされたインテークマニホールドは高出力化のためにポート形状をストレート化した。エキゾーストマニホールドはステンレス製の4から2から1集合で 排気抵抗の低減や排気脈動による排気効率を高めた。低排出ガス化の面では CO,HC,NOX とも平成12年排出ガス規制値を50%以上下回っている。後のマイナーチェンジでは ULEV に初めて適合した車両となった。排気ガス浄化を行う三原触媒には排圧や熱容量が少ないメタルハニカムを使用し、 エアポンプによる排気二次エアー供給システムが装備されている。カムシャフト駆動方式の変更はボルグワーナーの手による。ありがとうございます。